なんだ、もう来てたのか。遊びに来ちゃった。あれ、達太くんの妹さんだっけ。ひなちゃん、なんで高校に。かっかっか、かわいい男子は好きですか。料理も裁縫も何でも OK。可愛すぎる妹が学校に来たらどうなる。私の名前は水戸ゆりか。幼馴染の獅子原聡太と同じ高校に通う普通の女子高校生です。あ、ゆりかお姉ちゃん、こんにちは。なぜか高校にクラスメートの達太くんの妹さんが来ています。やっほーひなちゃん、でもなんでここに。今日の語源、授業参観だったろ。ああ、確かそれで語源以降は生徒の家族が校内見学できるようになってるんだっけ。そう、それで春兄の学校見に行きたいなってお願いしたの。それでか。体育祭の時は学校の中まで見られなかったから。ありがとう春兄。ひなが見たいって言うんなら断るわけにはいかないだろう。春ってひなちゃんに甘いよね。甘い通り越してシスコンっぽいとこあるけど。誰がシスコンだ。じゃあ校内見学楽しんでね、ひなちゃん。いや、水戸も来てくれねえか。え？でも二人の方が。女子トイレとか行くとき誰か付き添ってた方がいいだろう。ああ、女子の付き添いが欲しいわけね。そういうことならいいよ。本当はあいつに頼みたかったんだけど、今日に限って早く帰ってるしな。ごめんね、獅子原お兄ちゃん、ゆりかお姉ちゃん、春にちょっと心配性なの。心配性になるのもわかるな。この可愛さだもんね。よし、じゃあ今日の校内巡りの計画は、一般教室、理科室、美術室、10分休憩、家庭科室の高校堪能コースで。いつになくテキパキしてる。やはりシスコン。学校を案内してみよう。ねえねえお姉ちゃん、あれ何してるの。あれはね、テニスって言ってね。他の生徒さんの弟さんや妹さんも来てるんだ。かわいいな。ミト、お前見る目あるな。え？あ、うん、ひなちゃんもそうだね。あ？これが俺たちの教室だ、ひな。へー、なんだか芸術的な教室だね。え？なんだこれ。黒板に落書き？来てる子のいたずらかな。たく、つまらねえことしやがって。ごめんね、ひなちゃん、びっくりしてない。平気だよ。あ、ここ主任の机、座っちゃう。かわいい。ちっちゃい。旬がもだえてる。ひなもすぐ高校生になるんだろうな。旬が切ない顔になってる。それでつまらねえ男が言い寄ってきたりしたら俺は。旬が険しい顔になってる。私も早く高校とか行きたいな。まだ早いぞひな。どうしてそう思うのひなちゃん。だって旬に高校入ってから全然お寝坊しなくなったし、毎日学校行くの楽しみなのかなって。へえ、旬俺たちと関わってから変わったんだね。そういうわけじゃ。くそ、次行くぞ。理解室だ。小学生向けスライム作り体験やるだろうひな。獅子原お兄ちゃんのスライムキラキラして綺麗。このラメとかビーズを入れると可愛いよ。はい、このキラキラストーンはひなちゃんにプレゼント。下心ねえだろうなお前。スライムに何の心を込めるっていうの。ひなちゃんのスライムなかなか固まらないね。ひなスライム作り下手なのかな。おかしいな、分量は合ってるはず。ん？どうした。ひなちゃんのこれ放射じゃない、塩だよ。ひな、手洗え。あ、冷た。誰かのミス？それとも材料がすり替えられてたってこと？よし、大丈夫だな、よかった。ありがとう、シュンに。獅子原お兄ちゃん、どっちにせよ塩でよかった。変な物質とかだったら大変だったよ。つっ。ん？今出てった子ちょっと怪しかったな、気をつけよう。本当？でもちょっと変だね。何がだよ。今いるってことは在校生の家族のはずだけど、家族がついてないのはなんでだろう。何かがおかしい。次は美術室だ。ほら、有名な絵画のレプリカとかがある。へえ、なんだか落書きみた
落書きってこれは一応歴史的な…じゃなくて額縁の上から落書きされてるよ。はぁ、あ、って黒板と同じやつじゃねえか。あ、さっき逃げた子。へへ逃げちゃった。さっきからあいつかヒナの校内見学ツアーを邪魔しやがって。ねえねえ俊兄。お、この絵俊兄に似てない？ひなちゃん空気を和ませられるいい子だよね。ちょっと、モカちゃんみたいなこと言ってる。でもさっきの小学生なんでまるで私たちの行き先がわかるみたいに現れるんだろう。じゃあ次少し飲み物でも飲むか。え、高校ってジュース買えるの？獅子ハロお兄ちゃん、私のジュース選んで。ひな、なんか視線が。そうだな、既製品だと普通だし。あ、そうだ、ココアにハートのマシュマロを入れて。はい、ひなちゃんに特製あったかハートココア。かわいい、ありがとう獅子ハロお兄ちゃん。くぅ、ソータへの嫉妬心と可愛いひなちゃんが見れた感謝で複雑なんだろうな。いやー、よかったよかった。ほら、ダブルスカートベーカリーって失敗かよ。あばよ、てめじゃない。ゆりかにひなちゃん大丈夫？うん、下に体操ズボン履いてるから大丈夫。私も大丈夫、シュニーが守ってくれたから。シュニー許さぬ。あいつ、ヒナにゲスな真似しやがって。こんなに怒った瞬、新鮮。犯人を捕まえよう。あのクソガキに一言言ってやらなきゃなんねえ。シュニー、私は大丈夫だったから。でもほっといたら他のヤツにも被害出るだろう。シュニー、でもどうやって探そうか。次に来る場所でもわかるといいんだけど。私ちょっと分かったかも。え？次はここに来るはず。今度はどうやって驚かせてやろうかな。おい、いた、犯人くん。うわあ！なんでここが分かったんだよ。君、最初に達田くんが計画話すの聞いてたんだね。だから私たちが次に行く場所が分かったんでしょう。休憩の後はこの家庭科室に行くって話してたからな。ゆりかお姉ちゃんすごい、それほどでも。あ、それより君、どこの子？お兄さんかお姉さんは？ん？あれ、俺君の顔見覚えあるような。え？思い出した、うちの先生の息子さんだ。写真見せてもらったことある。なるほど、在校生の弟じゃなくて先生の息子なら、先生たちが体験クラスとかしてる間自由に動けるね。なんでいたずらばっかりしてるの？だって父ちゃんがお前らの相手ばっかりで全然構ってくれないから。寂しかったわけか。それはこれとは関係ないだろう。おい、お前のしたことがどういうことか分かってるな。お前は。でもなんで私たちにばっかりだったの？ひなちゃん。え、それはそのかわ。うん、はあ、ひい、一緒に遊びたかったんだね。え、ああ、まあ、そうかな。それなら最初から言えばいいのに。何して遊ぶ？別に。おい、せっかくヒナが遊んでくれるって言ってんだから遊べよ。ただ、またヒナに嫌な思いさせたらどうなるか分かってるよな。はい、さっきはいたずらして、本当にごめんなさい。うん、謝ってくれるなら今回だけね。いっぱい遊べたし、高校面白かった。シュニー、シシハラお兄ちゃん、ゆりかお姉ちゃん、ありがとう。いろいろありがとな、助かったわ。シュンが出れた。出れてねえよ、ヒナが世話になったんだから礼くらい当たり前だろう。じゃあまた今度ね。バイバイ。トラブルもあったけど、ヒナちゃんにとって高校が楽しいところだって少しでも思ってもらえたなら良かったです。今日の動画はどうだった？この動画のオープニング曲を紹介するね。チャンネル登録してほしいな。はい、ふざけないでちゃんと言って。チャンネル登録お願いします。